バングラデシュ人民共和国。通称バングラデシュは、南アジアにある共和制国家。首都はダッカ。北と東西の三方はインド。南東部は、ミャンマーと国境を接する。南は、ベンガル湾に面する。西側で隣接するインドの西ベンガル州、東側で隣接するインドのトリプラ州とともに、ベンガル語県に属する。 ベンガル湾に注ぐタイガガンジュス川の下流部を有する。イギリス領インド帝国の一部から、パキスタンの飛び地領土を経て独立し、イギリス連邦加盟国である。同国は、南アジアにおけるイスラム圏国家の一つである。人口は1億5。940万人で、都市国家を除くと世界で、最も人口密度が高い国で、人口数は、世界第7位となっている。 通貨は高。国名のバングラデシュはベンガル語でベンガル人の国を意味する。国内最大の都市は首都ダッカであり、他の主要都市はチッタゴン、クルナ、ラジシャヒがある。元々はインドの一部であったが、インドが1947年にイギリスから独立するにあたって、イスラム教徒とヒンドゥー教徒との対立が深まり、イスラム教徒地域を パキスタンとして独立させる構想が浮上した。これにより1955年に東パキスタンとなったが、パキスタン本土とは遠く離れた状態であったことや、宗教のみで両地域を統一しておくこと自体が困難である。点から分離独立が叫ばれ、1971年にパキスタンから独立した。豊富な水資源から米や重との生産に適し、 かつて黄金のベンガルと称された豊かな地域であったがインフラの未整備や行政の非能率から現在はアジアの最貧国に属する。しかし近年は労働力の豊富さ、アジア最低水準の労働コストの低廉さに注目した多国籍製造業の進出が著しい。第三国への輸出のほか 人口の多さからスマートフォンなどはバングラデシュ国内市場向けにも生産されている。新興国として期待されるネクスト1 1の一つに数えられている。なお、バングラデシュでは貧困も続いている。正式国名は通称、発音、バラードや英語の公式表記は People's Republic of Bangladesh。通称、バングラデッシュ、BLD。 国民、形容詞はボングロデシー。日本語の表記は、バングラデシュ人民共和国。通称、バングラデシュ。ベンガル語で、バングラが、ベンガルを、デシュが、国を意味し、合わせて、ベンガル人の国となる。バングラデッシュ、バングラディッシュ、バングラディッシュと記述されることもある。日本での漢字表記は、モウカヘシャゲ、一文字では、モウと略されるが、ほぼ使用されない。 日本では、新聞の見出しなどにおいて、バングラと略称されることがある。バングラデシュの国旗は、赤が昇る太陽、緑が豊かな大地を表す。また、豊かな自然を表す、緑の地に、独立のために流した地を示す赤い丸を組み合わせた、という説もある。赤丸は、真ん中から旗ざを寄りにしてある。初代大統領ムジブル・ラフマンの娘のシェイク・ハシナ。 首相は、父は、日本の日の丸を参考にした。と証言している。ッカ市内のラルバグ城現在バングラデシュと呼ばれる、ベンガル地方東部には、古くから文明が発達した。紀元前4世紀のマウリア朝から6世紀のグプター様で数々の王朝の俗領であった。仏教寺院からは、紀元前7世紀には、文明が存在したことが証明され、この社会構造は、 紀元前11世紀にまで遡ると考えられるが、これには確実な証拠はない。初期の文明は仏教及びヒンドゥー教の影響を受けていた。北部バングラデシュに残る遺構からこうした影響を推測することができる。8世紀の中央にパーラーサがなり、仏教王朝が繁栄した。12世紀にヒンドゥー教の聖な朝にとって変わられた。13世紀に イスラム教家が始まった。13世紀には、イスラム教のベンガルスルターナサの下で、商工業の中心地へと発展した。その後、ベンガルは、南アジアで最も豊かで最も強い国になった。16世紀には、ムガル帝国の下で、商工業の中心地へと発展した。11世紀から16世紀の間は、ベンガル語が発達した。 この頃に、ベンガル経済の成長に伴って、密林の多かった東ベンガルに、開発の手が入り、イスラム教徒を中心に開発が進められていった。16世紀後半になって、東ベンガルでは、イスラム教徒が、多数派となっていった。また、17世紀半ばには、ムスリムの農民集団が目につくようになっている。 1907年当時の東ベンガル15世紀末にはヨーロッパの貿易商人が訪れるようになり18世紀末にイギリスの東インド会社により植民地化されたこの東インド会社によってイギリスは支配をベンガルからインドを値陸全域に拡大したこのイギリスの統治期間中ベンガルは何度も深刻な飢饉に襲われ膨大な人命が失われた ベンガルの東部、西部から、面織物や米の輸出が盛況を呈し、17世紀の末には、アジア最大のヨーロッパ向け輸出地域となり、大量の銀が流入し、銀貨に鋳造され、森林地帯の開拓資金に投下された。東インド会社は、支配をインド全域に拡大していき、その中心地域となった、ベンガルの繁栄は続いた。 黄金のベンガルと称えられるようになったのはこの時期である。やがてインドの他地域同様、バングラデシュでも民族運動が盛んになっていった。これを食い止めるため、イギリスはベンガルのインド人勢力の分断を起と1905年にベンガル分割令を発布し、ベンガルをヒンドゥ教と中心の西ベンガルとイスラム教と中心の東ベンガルに分割したことで、 英領東ベンガル及びアッサムが確立された、今日のバングラデシュ及びインド東北部のアッサム州、メガラヤ州、アルナーチャルプラデーシュ州に相当。1906年には、ダッカでムスリム連盟の創立大会が開かれた。この措置は、両教との反発を招き、1911年に撤回されたものの、両宗教間には溝ができ、 やがて、インドとパキスタンの分離独立へとつながっていく。当時、東ベンガルでは、ベンガル人としての意識と、ムスリムとしての意識が並存していたが、1929年、全ベンガルプロジャ島が結成され、1936年の農民プロジャ島に発展した。1930年代には、ベンガル人意識が一時交代し、ムスリムとしての意識が高揚していった。 1940年のムスリム連盟ラホール大会でベンガルの政治家フォズルルホックがパキスタン決議を提案した。1943年大飢饉が起こり150万から300万人の死者を出した。1946年8月コルカタ暴動でムスリムとヒンドゥが衝突し4000人以上の命が失われた。 脱カ市内のベンガル語運動そのような中でインドは1947年に英領から独立を達成したものの宗教上の問題からヒンドゥー教地域はインドイスラム教地域はインドを挟んで東西に分かれたパキスタンとして分離独立することになり東ベンガルはパキスタンへの参加を決めた両パキスタンが成立すると現在のバングラデシュ地域は 東パキスタンとなった。しかし、両地域間は人口にはさほど差がなかったものの、経済や文化の面では違いが大きく、さらに国土はインドによって1 0 0 0トル以上も隔てられていた。このような違いはあちこちで摩擦を起こした。まず最初に問題が起きたのは言語の違いだった。ベンガル語でほぼ統一された東に対し、 西がウルドゥー語を公用語にしたため対立が起きた。この問題はベンガル語とウルドゥー語の両方を公用語にすることで決着がついたものの政治の中心になっていた西側に偏った政策が実施され1970年11月のボーラサイクロンの被害で政府に対する不満がさらに高まった。同年12月の選挙において人口に勝る 東パキスタンのアワミ連盟が選挙で勝利すると、西パキスタン中心の政府は議会開催を遅らせた上、翌年の1971年3月には、パキスタン軍が軍事介入して、東パキスタン首脳部を拘束した。これによって、東西パキスタンの対立は決定的となり、東パキスタンは独立を求めて、西パキスタンと内乱になった。 西側のパキスタンと対立していたインドが東パキスタンの独立を支持し、また第三次インパ戦争がインドの勝利で終わった結果、1971年にバングラデシュの独立が確定した。独立後はアワーミ連盟のシェイクムジブル・ラフマンが首相となった。インドからの独立以前からイスラムを旗印とするパキスタン政府と、 先住民族の折り合いは悪く、ジュマは、パキスタン返入をそもそも望んでいなかったために、緊張状態が続き、バングラデシュが1971年に独立すると、この状況はさらに悪化した。このため、先住民族は1972年に、チッタゴン丘陵人民連帯連合協会という、政党を作り、翌年から、PCJSS 参加のシャンティバヒーニーと、 バングラデシュ軍とが戦闘状態に入った。内戦や洪水による経済の疲弊により、1975年にクーデターが起き、ムジブル・ラフマンが殺害される。その後、軍部からジアウル・ラフマン少将が大統領となった。1979年に以降、バングラデシュ政府の政策によって、ベンガル人がチッタゴン丘料地帯に大量に入植するようになり、 チッタゴン丘陵地帯におけるジュマとベンガル人の人口比はほぼ1対1となった。1981年に軍内部のクーデターによりジアウル・ラフマン大統領が殺害され、1983年12月にフセイン・モハンマド・エル・シャド中将が再び軍事政権を樹立した。1988年にはチッタゴン丘陵地帯のコルノフリカワ上流のカプタイ、ダムに 国内唯一の水力発電所を建設して10万人、近い住民に立ち退きを強制し、うち2万人がビルマへ、4万人がインドへそれぞれ難民として移住している。エルシャド政権は民主化運動により1990年に退陣した。1991年3月の総選挙で、中道右派勢力バングラデシュ民族主義党側は、 未連盟を破り、BNP 党首のカレダジアは、同国初の女性首相に就任した。1991年に総選挙が行われて、以降は、民主的に選挙で選出された政府が統治している。5月10日、ジョージ HW ブッシュ大統領の指示による、オペレーションシーエンジェルで、被災地への人道支援が行われた。チッタゴン丘陵地帯紛争は20年続いた後、 1992年に休戦。1997年には和平協定が結ばれたものの根本的な問題は残ったままであり対立は続いている。1996年の憲法改正により全最高裁判所長官を長とする非正当選挙管理内閣が導入された。この制度は現職内閣が 選挙活動に干渉したり、投票結果を操作したりする、職権乱用防止のためであり、議会解散の後に任命される。1996年6月の総選挙では、今度はエールが勝利し、シェイク・ハシナが、同国二人目の女性首相に就任した。2001年10月1日に行われた、総選挙では、BNP などの野党連合が、 与党 AL に大差をつけ勝利し、カレダジアが首相に返り咲いた。経済建設を重視し、穏健な改革を訴え、都市市民らの支持を集めたとされる。2002年9月6日に予定されていた大統領を選任する投票は、立候補者が元ダッカ大学教授のヤジュディン・アハメド1名のみだったため無投票当選となった。2006年10月、軍の圧力で、 カレダジア率いる BNP 政権は退陣し、アハメド選挙管理内閣が発足した。暫定政権は汚職の撲滅やイスラム過激派対策に取り組んでいる。2007年1月11日には、総選挙が予定されていたが、政党内対立で情勢が悪化。総選挙は2008年に延期された。イアジュディン・アハメド大統領は、 非常事態宣言を発令するとともに全土に夜間外出禁止令を出した。2008年12月29日に行われた第9次総選挙では、選出対象の299議席中、シェイク・ハシナ元首相の率いるアワミ連盟が230議席を獲得し、国民党などからなる大連合が300議席中262議席で圧勝した。 2009年1月6日、橋名党首が首相に就任した。全与党の BNP を中心とする4党連合は32議席に激減した。投票率は87%の効率。2014年に行われた第十次総選挙では、BNP 率いる野党18連合がボイコットするまま総選挙が実施され、与党アワミ連盟が圧勝した。 国会議事堂であるション・ショド・ボボン1991年に憲法が改正され、大統領を元首とする議員内閣制が確立した。旧イギリス植民地としてイギリス連邦に加盟するが、共和政体であるため総督を置かず、元首は大統領である。大統領は原則として儀礼的職務を行うだけの象徴的地位である。任期5年で、 国民議会において選出される。大統領は、首相と最高裁判所長官の任命以外は、首相の助言に従い行動する。ただし、議会と政府が対立して、政治的混乱が起きた際は、議会を解散して、暫定政府を発足させる権限がある。行政府の長である首相は、議会選挙後に、勝利した政党の党首を大統領が任命する。 内閣の閣僚は、首相が選び、大統領が任命する。バングラデシュの貧困の一因として、政府のガバナンスの低さが上げられることがある。汚職がひどく、2011年の腐敗認識指数は2.7で、世界120位に位置し、2003年の1点により、かなり改善されたものの未だ定位にいることには、変わりない。また、地方行政が特に弱体であり、これにより、 行政がうまく機能していない。それを補助する形で各種 NGO が多数存在し、開発機能を担う形となっている。特にアジア最大と言われる NGO のブラックやグラミン銀行などが規模も大きく著名である。議会は一員制でジャチやサンシッドと呼ばれる。全350議席。任期5年で小選挙区制選挙によって選出される。 また、立法に女性の意見を反映させるため、正規の300議席とは別に、女性専用の50議席が用意されていたが、2001年5月に廃止された。民主化後、総選挙ごとに政権が変わるが、選挙による政権交代が定着してきている。とはいえ、議会政治を担う政党に問題が多い。選挙は概ね公正なものとされるが、 政党や政治風土には問題が多い。各政党は配下に政治組織を持ち、選挙ごとに彼らを動員して選挙を繰り広げる。選挙終了後、敗北した政党はストライキや抗議行動に訴えることがほとんどで、しばしば暴動へと発展する。南部の一部を除き、大部分の国境を接するインドとは、独立戦争時の経緯や、 独立時の与党アワミ連盟が親インド政党だったこともあり、独立当初は友好的な関係だった。もともとムスリムとヒンドゥー教徒の対立がパキスタンへの編入を促した事情もあり、やがて関係は冷却化した。バングラデシュ民族主義党はやや反インド的な姿勢をとり、逆にアメリカ合衆国や中国との友好関係を重視する傾向がある。バングラデシュは 多くの難民を受け入れ、また送り出す国である。東パキスタンとして独立した時には、両国内の非主流派の信徒が、お互いに難民として流れ込み、また、バングラデシュ独立時にもパキスタン軍の侵攻を逃れて100万人、近いバングラデシュ人が難民となって、インド領へと流れ込んだ。さらに、チッタゴン丘陵地帯では、政治的緊張が続いており、 この地域の仏教系先住民がインドへと多く難民として流出している。また、バングラデシュは隣接するミャンマーからムスリムのロヒンギャ難民を多く受け入れている。バングラデシュは貧困国であるため、世界各国から多額の経済援助を受け取っている。日本は最大の援助国の一つであるが、近年は援助額がやや減少気味である。他に、 アジア開発銀行やアメリカ、イギリス、世界銀行、ヨーロッパ連合などからの援助が多い。PKO で活動中のバングラデシュ軍。バングラデシュ軍は、志願兵制度であり、兵力はおよそ14万人。バングラデシュ軍は、国際連合平和維持活動に、積極的に人員を送っている。バングラデシュ軍は、過去何度か軍事政権を樹立し、現在でも政治に、 大きな発言力を持つ。2006年には BNP 政権を退陣させ、アハメド選挙管理内閣を発足させた、バングラデシュの標高図、バングラデシュの地図、バングラデシュの国土の大部分はインドア大陸のベンガル湾沿いに形成された、ベンガルデルタと呼ばれるデルタ地帯である。このデルタ地帯を大小の河川やカールと呼ばれる水路が網の目のように走っている。 小宅地とジャングルの多い定地であり、ジャングルはベンガルトラの生息地として知られる。北をヒマラヤ山がミアク南六部、シロン高原、東をトリプラ丘陵やチッタゴン丘陵、西をラジュモホル丘陵に囲まれ、南はベンガル湾に面している。東部や東南部に標高100から500メートルの丘陵が広がる。 ヒマラヤ山脈に水源を持つ西からガンジス川、北からブラマプトラ川が、低地のほぼ中央で合流し、再下流でメグナ川と合流して、流域面積173万平方キロメートルものデルタ地帯を作っている。デルタ地帯は極めて人口密度が高い。バングラデシュの土壌は肥沃で水に恵まれることから水田、工作に適しているが、 洪水と干ばつの双方に対して脆弱であり、しばしば河川が氾濫し多くの被害を及ぼす。国内の丘陵地は南東部のチッタゴン丘陵地帯と北東部のシレット管区に限られる。北海域線に近いバングラデシュの気候は熱帯性で、10月から3月にかけての冬季は温暖である。夏季は3月から6月にかけて高温多湿な時期が続き、 6月から10月にかけて、モンスーンが襲来する。ほぼ毎年のようにこの国を襲う洪水、サイクロン、竜巻、津波といった自然現象は、一時的な被害にとどまらず、森林破壊、土壌劣化、侵食等を引き起こし、さらなる被害を国土に対して及ぼしている。地形の大部分が平坦なこと、洪水による地形の変化が多いことなどは、 バングラデシュの国土測量を極めて難しいものとしている。日本の国土地理院の協力により、1、2万5000の地形図の作成が試みられているが、2016年段階でも、詳細な全国地図は完成に至っていない。なお、主要都市の一つである、チッタゴンの南に位置するコックスバザールは、世界最長の天然のビーチとして知られる。 バングラデシュのほとんどの工作地域は雨季に河川の一水により水に沈む。時折工作地域だけでなく、土盛りして高台にしている住宅地や幹線道路も浸水被害を受ける。こういった大洪水がボンナと呼ばれ破壊と最悪をもたらすものとみなされる一方で、毎年起こる程度の適度な洪水はボルシャと呼ばれ土壌に。 肥沃さをもたらし、豊かな魚場とあり余るほどの水、豊作をもたらす、恵みの存在と考えられている。ボンナが発生すると、アウス作、アモン作の生産量に悪影響があるが、近年大洪水となった2004年及び2007年でも10%程度のアモン生産量の減少にとどまっている。この他に過失侵食による土地流出も過去には深刻な被害をもたらしていたが、 近年のインフラ整備により改善されてきている。最上位の行政単位は8つある管区である。それぞれ中心となる都市の名が付けられている。しかし、管区には実質的な機能はなく、その下にある県が地方行政の主意的単位となる。2005年1月時点で64県が存在する。県の下には、軍、英語、サブディストリクトが置かれ、その下に、 いくつかの村落をまとめた行政村がある。独立時は、管区は4つであったが、人口増加に伴い管区の新設が行われている。ダッカは、バングラデシュ経済の中枢で、世界有数のメガシティである。世界銀行によると、2019年のバングラデシュの GDP は2099億ドルであり、一人、あたりの GDP は1855ドル。 国際連合による基準に基づき、後発開発途上国と位置づけられている。2016年時点で人口の24.3%が貧困線以下である。同国は、ガンジス川の氾濫により汎用された、世界有数の豊かな土地を誇り、外からの侵略も耐えなかった。黄金のベンガルと言われていた時代もあり、膨大な人口と労働力を持っていることから、 経済の潜在能力は高いが、洪水などの自然災害の影響で現在では、貧困国の一つに数えられる。バングラデシュは内外問わずに援助を受けているにも、かかわらず、過剰な人口や政治汚職などによって、未だに貧困を脱し切ることができないでいる。バングラデシュの発展を阻害しているものとしては、多発するサイクロンや、それに伴う反乱などの地理的。 気候的要因、能率の悪い国営企業、不適切に運営されている港などインフラの人的要因、第一次産業のみではまかないきれない増加する、労働人口などの人口要因、能率の悪いエネルギー利用法や、十分に行き渡っていない、電力供給などの主源的要因、加えて、政治的な内部争いや汚職などの政治的要因、国内で頻繁に行われている。 ゼネラルストライキの一種であるハルタルが挙げられる。しかし近年は口述の通り繊維産業の対頭により2005年から2015年にかけては年平均6.2%と高い経済成長率を記録している。また膨大な労働人口と安い労働コストが評価され、ネクスト1 1にも数えられている。通貨単位は高。 レートは1米ドルイコール83.28高。水田人口の42.7%は農業に従事し、国民の7割以上が農村に住む。主要農産品は米及び重と茶である。米の生産量は世界第4位で、かつ生産量も年々微増している。国連食料農業機関によると、穀物自給率は90%を超え、 特に米に関しては、消費量のほぼすべてを自給している。バングラデシュの稲は、雨季前半に栽培されるアウス島を、雨季後半に栽培され収穫の中心となっているアマン島、寒季に栽培されるボロ島の3種に分かれる。気候的に2気作や3気作も可能であるが、寒季には、ガンジス川の水位が低下するため、行える地域は限られていた。しかし、井戸の普及や、 改良種の普及により、特に寒気のボロ島の農業生産が大幅に拡大し、それにつれてアウス島やアマン島の生産も増加を示した。それによって、2期作や3期作の可能な地域も増加して、米の生産量が大幅に増大した。これがバングラデシュにおける緑の革命といわれる農業生産の近代化促進である。緑の革命は、 国家政策として行われたが、緑の革命は農家の設備投資支出の増大を強いた。一方で生産量増大はその負担を埋めるまでに至らないという問題を抱えている。銃とは農産品として最も重要な輸出品であるが、1980年代以降化学繊維に押され重要性は下がってきている。 中途に次ぐ輸出の産品の紅茶は主に紅茶の名産地として知られるインドのアッサム州に隣接する北部シレット地方において栽培されている。19世紀には愛の世界最大の産地であったが化学染料の発明と普及により生産は激減した。バングラデシュの副食工場繊維工業の発展は経済成長によって繊維生産が不振になり始めた。 韓国や香港からの投資をきっかけに1970年代に起こり始めた。近年では中国の労働コスト上昇に伴いバングラデシュの廉価な労働コストが注目されており繊維製品等の蛍光業製品の輸出は増大している。これによりようやく蛍光業が発展し経済発展を果たしている。現在バングラデシュの輸出の80%は 繊維製品によって占められている。チャイナプラス1の製造国として非常に注目を集めており、大手繊維メーカーなどの進出が多く行われており、バングラデシュ経済を担う一大産業となっている。軽工業だけでなく、中工業も発展しつつある。日本のホンダ技研工業がオートバイ工場を建設したほか、配線の解体から造船業が成長している。 バングラデシュは、鉱物資源に恵まれないが、人件費が安いことからチッタゴンには、世界最大の船舶解体場があり、国内で使用される鉄の60%はここからの、リサイクル品で賄うことができる。唯一とも言える、地下資源が、天然ガスで、1908年に発見される。その後、英国統治時代にも開発が続けられ、独立以後は、外国資本による、 生産分与方式で進められた。政府は1970年代より天然ガス資源の探査、生産を推進し、1984年のバクラバードガス電創業開始をはじめ17のガス電を開発した。1997年には全国を23航区に分け、企業入札が実施された。 2003年時点の採掘量は43号兆長、ュール2008年時点で12のガス電、53の井戸から、日量13億立方フィートの生産可能となっている。ガス電は、ジョムナ側より東側に分布しており、パイプラインで輸送されている。現在、ボグラシまで達している。埋蔵量は、生産中及び確認、確定埋蔵量は、 28.8兆立方フィート。アジア地域では、マレーシア80兆、インドネシア72兆に次ぐ埋蔵量。埋蔵量については種々の資産方式があり、それぞれに大きな開きがある。ガスの消費は、発電で、約50%、約40%が工場で、約10%が、個人世帯、商業で利用されている。 ガス間付節距離の延長に伴い個人用消費が伸び、最近の10年間で年率10%を超えている。雇用は貧しく、失業率はネパールとほぼ同じで40%を超えるほどである。産業別の労働人口比率は2016年のデータで農業が42.7%、サービス業が36.9%。 高工業が20.5%であり、近年の急速な繊維産業の成長により、工業化が進む現在においても、未だ本質的には、農業国である。しかし、貧富の差や農地面積に比して人口が多すぎるため、農地だけで十分な生計を立てられる世帯は4割程度に、過ぎず、残りの6割は、小作実やヒアート異労働者として、生計を立てている。 近年では、グラミン銀行などが進めるマイクロクレジットの拡大や、経済成長によって、貧困層の一部に生活向上の兆しがあるものの、貧困は、未だ深刻な問題となっている。人件費が安いことから、船舶の解体や処分場など産経の仕事を、先進国から引き受けている。労働人口は6,664万人である。 バングラデシュの貿易収支は輸入費により輸出品の方が少なく常に大幅な赤字となっている。これを多少なりとも埋めるのが外国へ出稼ぎに行った労働者たちの送金収入である。1997年には出稼ぎ労働者は総計40万人を超えた。出稼ぎ先はイスラム教国が多く最大の出稼ぎ先はサウジアラビアで。 出稼ぎ労働者の三分の二を占め、クウェートやアラブ首長国連邦など他のペルシア湾岸産油国にも多く労働者が向かっている。東ではマレーシアやシンガポールに多い。日本にも約一万五千人の在日バングラデシュ人が存在する。ダッカなど都市部では NGO、農村部ではグラミン銀行による貧困層への比較的低金利の融資を行う事業が 女性の自立と貧困の改善に大きな貢献をしたとして国際的に注目を集めている。2006年にはグラミン銀行と創設者で創帥のムハマド・ユヌスは貧困層の経済的社会的基盤の構築に対する貢献を理由にノーベル平和賞を受賞しバングラデシュ発のノーベル賞受賞者となった。また2008年にはインターネット網が農村 学校等にまで広げられ、大々的にこれを祝った。NGO が多く存在する中でも筆頭がブラックで、ある。ブラックは1972年設立、すべての県に事務所を置き、農村や都市の貧困層を対象に活動している。ボートは主要な交通機関デルタ地帯にあり縦横に、水路が張り巡らされている地形であるため、道路はあまり発達していない。 代わりに、周運の可能な水路は 3800km に、及び、バングラデシュの輸送に、重要な位置を占めている。雨季と寒季では、水位が違い、陸路と水路の利用に、大きな差が出る。主要貿易港は海港である東部のチッタゴンである。他に海港としては、西部のモングラ港が大きく、また、ダッカや、ボリシャル、ナラヨンゴンジなどには、 規模の大きな河川口がある。アジアハイウェイ1号線が北部からダッカを通って西部国境まで通じている。国営鉄道であるバングラデシュ鉄道によって運営され、総延長 2706km。ブラマプトラ川を境に期間が違い、ブラマプトラ以西は 1676mm の後期、ブラマプトライ島は 1000mm の狂気である。 高気路線が 884km、強気路線が 1822km である。空港は、ダッカのシャージャラル国際空港やチッタゴンのシャーマーノト国際空港などがあり、シャージャラル国際空港に本拠を置く、国営航空会社ビーマンバングラデシュ航空などの航空会社が運航している。バンコク、コルカタとの空路が主である。国内線はチッタゴン、ジョソル、 シレットの空港があるが不安定で利用は少ない。バングラデシュはシンガポールやバーレーンなどの面積の小さい国を除くと世界で最も人口密度の高い国である。1平方キロメートルあたりの人口は2012年現在で1173人になり、しばしばインドネシアのジャワ島と比較される。人口爆発が社会問題となり、 政府は1992年より人口調節を推進して人口の増加を抑えようとしており一定の成果を上げつつある。1992年に4.18あった合計特殊出生率は2001年には2.56に2011年には2.11まで低下している。 人口増加率は独立当初3.4%だったが、2.02%、2.056%、1.26%と、急激に減少してきている。近年は、南アジアでも、人口増加率は最低水準にある。98%が、ベンガル人。その他、EN、ストランデッド・パカスタニーズ、チャクマ族、マルマ族、ティップラス。 トンチョンギャ族ムローズ en, ムガールトライブシルヘティ en, クルックピープル en, カシーピープル bn, ガロ族 bn, en, メーテーピープル bn, bn, en, センターリー。ピープル bn, エヌ、ラカインピープルエヌ、マグピープルトリプラ族エヌ、ビ n bn, 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 エヌ bn ベンガル語が公用語である。文字はデーバナーガリーンに似たベンガル文字を用いる。ベンガル語に加え、英語も観光庁や教育機関で使用されており、事実上の公用語である。住民はベンガル語話者である、ベンガル人がほとんどで、人口の98%を占めている。その他に、ウルドゥ語を話す、ビハール州など、 インド各地を出身とする非ベンガル人ムスリムが2%を占める。他に南東部のチッタゴン丘陵地帯にはジュマと総称される10以上のモンゴロイド系先住民族が存在する。ジュマの総人口は100万人から150万人とされる。イスラム教のバイトゥル・ムカロムイスラム教が89.7%。 ヒンドゥー教が9.2%、その他が1%である。その他の宗教には、仏教、キリスト教などが含まれる。バングラデシュは、イスラム教徒が多数派であるが、ヒンドゥー教徒の人口割合も、かなり高く、両者は概ね平和的に共存している。また、パハルプールの仏教寺院遺跡群に見られるように、以前は、 仏教が大いに栄えていたため、現在でも一部の地域では仏教が信仰されている。どの宗教を信仰しているかという点も重要だが、それ以上に同じベンガル民族であるという意識の方が重要視され、両者は尊重し合っている。このような意識はインド側の西ベンガル州でも同様に見られる。婚姻時に改正する女性もいれば、そうしない女性もいる。 1990年代に確立した、現在の教育制度は、初等教育5年、中等教育5年、後期中等教育2年の5から5から2世である。初等教育及び中等教育は、毎年行われる、学年末試験に合格しないと進級できない。8年生を修了すると門下系と理科系、商業系に進路が振り分けられる。 また10年生を修了した者は1回目の国家統一試験 SSC が受験でき、合格すると、後期高等教育への入学資格が取得できる。ここで2年間教育を受け修了した者は、2回目の国家統一試験 HSC を受験でき、これに合格すると、大学入学資格が取得できる。この2つの試験の試験成績は、 履歴書に一生書かなければならず、人生をも左右するため、現在のバングラディッシュは長学歴社会となっている。識字率は2018年時点で73.9%で、ある。義務教育は小学校5年のみである。就学率は2015年には97.7%である。しかし、修了率は78%ほどである。 衛生状態国民の大多数は土地を所有せず、あるいは洪水の危険が高い低湿地に住んでおり、衛生状態は極めて悪い。このため、水を媒介として、コレラや赤痢といった感染症の流行がたびたび発生している。こうした状況を改善するため、国際機関が活動を行っている。 特に飲用水の衛生状態の改善のため、井戸の整備を独立後に進めてきたが、多くの井戸が元来地層中に存在したヒ素に、高濃度に汚染され、新たな問題となっている。全土の44%、5300万人が、発岩を含むヒ素中毒の危険にさらされていると考えられている。バングラデシュでは、治安当局による犯罪統計は公表されているものの、 新聞等の公開情報では、連日のように、凶悪事件が起きており、特に銃器を使用した、殺人並びに、強盗事件及び、違法銃器の押収に関する事件の発生を、報道していることから、実際には、統計件数以上の犯罪が発生しているものと、推測されている。テロリズム関連の犯罪事件情報においては2016年の、テロ発生以降、 同国の治安当局による大規模かつ集中的な捜査や警備強化もあり、外国人の被害を伴う新たなテロ事件は発生していない。一方、ダッカにおいては2019年4月に発生したスリランカ連続爆破テロ事件以降、バングラデシュの警察官などを標的とする爆弾テロ事件が複数回発生しており、治安当局による テロ組織の相当作戦も継続して実施されていることから、同国を訪れる海外からの人間には引き続き警戒が必要とされている。特に宗教関連の祝祭日やイベントなどについては一層の注意が欠かせない状況となっている。同国のメディアは政府系メディアと民間系メディアが混在している状態となっており、憲法上では報道の自由と表現の自由を 保障しているとされているが国境なき記者団などの機関によれば、その順位は2018年時点で146位に低下している。食文化としては大量に取れる米を主食としている。国際連合食料農業機関の2011年発表の統計によれば、一人当たりの1日の米の消費量は世界一である。ガンジス川流域や海岸。 汽水域などで大量に獲れる魚も重要なタンパク源となっている。演劇や試作も盛んである。バングラデシュのイスラム建築、バングラデシュ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が2件、自然遺産が1件存在する。シュンドルボンは、インドとバングラデシュ南西部にわたる、マングローブ林の湿地域で、バングラデシュが、その3分の2を占める。 ベンガルトラを、はじめ気象生物種が生息し、自然環境を保護するため、人間の居住は禁止されている。クリケットが最も人気のあるスポーツである。2011年にクリケットワールドカップをインドとスリランカの3カ国共催で開催した。国内のプロリーグは、バングラデシュプレミアリーグ。国際クリケット評議会の正会員である。 1971年8月、バングラデシュ独立戦争による多大なる被害に対して、イギリスのロックミュージシャンであるジョージ・ハリスンと、インド出身のラビシャン・カールらが中心となり、ニューヨークで、チャリティーイベント、バングラデシュ難民救済コンサートが開催された。このコンサートは映画化され、また、ライブ版レコード、バングラデシュコンサートとして発売され、 コンサートの入場料を含めた全収益金がバングラデシュに寄付された。この企画はロック界におけるチャリティー事業の先駆けとなった。また、ジョージ・ハリスンはシングルレコードバングラデシュを発売し、この売り上げも全額が寄付されている。ありがとうございます。